はいどうもスタドラーです。今回は最強武器ネメシスがぶっ壊れてる理由と当たる打ち方について話していきます。この武器のどういうところが強いのか理解できていない方やあんまりうまく当てれない方はこの動画で必ず当てれるようになるんで、ぜひ参考にしてみてください。前半訓練場を使って説明していって、後半ランク解説になります。では本題に入っていきます。シーズン16で追加された新武器ネメシス、これがねもう本当に最強すぎて一部では消してほしいなんて声も上がってます。おそらくすぐにちょっとした修正は来ると思うんで、強いうちに使っておきましょう。基本性能としては弾数が拡張なしで20発、そこから4発ずつ増えていく感じになります。で、一発のダメージはこんな感じで17です。4点バーストの銃なんで一発ずつ撃つことはできません。なんと赤アーマーなら4タップ、紫アーマーは3タップで溶かすことができます。リコイルはこんな感じでバーストの銃特有の跳ね上がり方をします。上がる方向としては右左左右左左右左です。撃つたびにこの右下のゲージが溜まっていって、6タップ24発撃ったところでゲージがマックスになります。この状態の時は連射速度が桁違いに高い。カービンがこのくらいの速度で倒すのに対してネメシスだったらもうこれで終わりですからね。で、なんといってもこの武器の強さは一瞬で大ダメージが入ること。例えばこう接敵して撃ち合ったとして2タップでこれです。どうですか？ダメージをもらう速度が速すぎて少しでも隠れるのが遅れれば一瞬で持ってかれます。カービンで撃つとこんな感じ。均等に削れるから途中で遮蔽に隠れたりできるんですよ。ただこの武器3タップ食らったらもうこれで終わりですからね。で、じゃあどうやってリコイルを簡単にするかっていうと、とりあえず大事なのは縦。横はこんな風に相手の動き次第で変わってくるから、とりあえず縦を合わせる。で、この武器のバーストって一発でこのくらいしか上がらないんですよ。ってことはこの範囲内すべてが敵の胴体で埋まってれば理論上一発も外れません。今の幅を覚えたまま隣のダミーの頭が一番上に来るように調整します。そしたらあとはリコイルをしなくても全部当たると、バーストの合間に胴体に戻せばいいだけですね。連射してみるとこんな感じ。胴体に合わせておけばバーストの間にリコイルするだけで大丈夫です。ただこれだと相手がこういう頭出しをした時に当たらなくなっちゃうんですよ。なんでこれを当てたいよって人はフルオートみたいにこうやって下げるんじゃなくて、ちゃんとバーストが上がったタイミングだけ下げる。それを頭に入れた状態で縦だけリコイルするとこんな感じ。同じ高さに揃えられてますよね。遠くの的でもやることは変わりません。リコイル幅は違うんでちょっと慣れがいりますね。あとはそこに横のリコイル、右とか左とかを意識するとこうなるんですけど、あの的が撃てればもうこの辺の距離なんて簡単ですよね。今はボットも動かせるんで、できる人はこれでやってみてください。で、この武器チャージしてない時の近距離、このくらいの距離は苦手です。 SMG に打ち勝てないんで、近距離を撃つのはチャージが完了してる時だけにしましょう。チャージしてあれば腰打ちもめちゃくちゃ強いんで、これ一本で倒し切ることができます。なんで合わせて持つ武器は近距離用にカーか、遠くを当てれる自信がなかったらチャーライとか G7 とかがいいんじゃないかな。使い勝手がより良くなったディボーションみたいなイメージでいいと思います。なんで皆さんもとりあえず銅を狙うってことと、バーストに合った縦リコイルをするっていうのを意識してみてください。ここからはランク解説になります。いろいろ解説しといてあれなんですけど、この時まだそんなにネメシスについて詳しくなかったんで、結構ね、ヘボいです。たださっき言った打ち方を守れば、この動画以上には絶対当てれるようになるんで、この武器を持った時の動き方とか参考にしてもらえると嬉しいです。で、ここを早速歩いてたら、前に敵がいて、遮蔽がなかったんでとりあえず虚空を押したつもりが、ポータルまで切ってましたね。急いで近くの高い遮蔽に入って、相手を撃ち下ろせる位置に移動します。
エイムが悪くてそんな当たってないように見えるんですけど、それでも十分すぎる火力が出てます。勝ちにこだわるなら間違いなく持った方がいいですね。で、撃ってたらフラグメントから別パが来て撃ち下ろせる絶好のチャンスだったんですけど、さっきのパーティーが許してくれなかったですね。体力まで削られてるんで、一回フェニックスキットを巻いて、今度は集落の方からも別パに撃たれて、逃げてもよかったんですけど、キルポが欲しいんで、一番端っこのフラグメントのパーティーからキルを拾おうとしてます。ただここ、フラグメント側のパーティーが、自分たちのポジション奪おうと詰めてきて、なんとか他の車線が通らないとこで、撃ち合います。強いポジションが取れていれば、人数振りも全然返せるんで、急いで上に戻ります。ここはネメシスで撃つべきじゃなかったですね。こういう近距離戦をガンガンしたい人は、SMG を一本持ちましょう。で、この二人目と撃ち合ってる時に、後ろから撃たれてたんですよ。なんでおそらく三人目がそっちの方向にいると思って、できるだけ距離を取れる位置でバッテリーを巻いてます。ただ、前に行きすぎても、集落側にいたパーティーに狙われてしまうんで、その辺は足音を聞いて、中間の位置が取れるといいです。で、ここでまだ足音がしなかったんで、集落のパーティーを確認したら、今移動してましたね。こっちのパーティーには自分が一人ってことがバレてないんで、強気に打ち返すことで、安全にバナー回収に行けるし、なんならこれだけ有利なポジションが取れてれば、倒すこともできるしね。あたかも3人生きてるんだぞという風貌で、打ち返してます。そしたらだいぶ引いてくれたんで、バナーを回収して、今の位置で味方を起こします。で、拾って起こしてたら、そこの家に移動してましたね。ここもすぐに回復を巻くんじゃなくて、今は有利なポジションが取れてるんで、相手の甘えた移動を狙って、人数振りを返します。ただ、さっき強気に打ち合ったのが効いたのか、起こしてても全然詰めてこなくて、なんならその左奥の丘で、別のパーティーが戦ってるんで、味方に軽く漁ってもらってる間に、そっちからキルを拾えないか狙ってます。左に流れてるパーティーがいるんで、自分も左から車線を通すんですけど、この移動で気をつけなきゃいけないのは、右の家の2階のドア。あそこから車線が通らなければ、あとはフリーで撃てるんで、右から撃たれないように気をつけながら、移動してるパーティーを撃ちます。倒せなかった上に偽物を撃ちましたね。これ撃つと場所がバレるんで、すぐに遮蔽に入るか、レイスなら虚空を使いましょう。本当は残ってるパーティーと戦いたかったんですけど、全然物資が整ってないんで、一旦引きます。で、ラバサイフォンの近くまで移動してきたら、前の坂にワンパいますね。しっかりキルパクをして、左から足音がしたんで、屋上にいるパスを狙います。味方が向こうのドアから詰めると思ったんで、自分はこっちのドアを塞ぎつつ、味方の到着を待ちます。で、向こうが入るって時に、銃声を鳴らしたり、ドアを蹴ったりすることで、こっちに息を引いて、逆側から撃ちやすくします。蹴るのは少し危ないです。で、橋移動してたら前にパーティーがいて、だいぶ削ることができたんですけど、倒しきるとこまではいけないですね。しかもまた偽物撃っちゃったんで、スモークの中撃ち抜かれないように、虚空で引きます。ミラージュ強くなりましたね。一目見ただけじゃ偽物か本物か全然わかりません。で、さらに前に移動してきたら、橋の上に撃ってる人がいたんで、横から狙います。本当に火力が高い。遠距離のサブマシンガンみたいな。遮蔽がない撃ち合いだったら、大体の武器に撃ち勝てるんじゃないかな。降りた相手をそのまま追っかけて、橋の方から車線を引いてもらって、倒してもらってます。で、最後、3部隊で、さらに奥にパーティーがいたんで、ここでようやく、ちゃんとしたポータルを引きます。ポータルもかなり距離が伸びたんで、もったいぶらずガンガン使いましょう。相手の後ろにある高台まで引くことができたんで、ここから撃ち放題ですね。やばくなったら入ればいいし。これだけポータル長いと狙撃銃とかも撃てるかもしれないですね。まああんまり流行ってほしくはないんですけど。で、もうだいぶ削ることができたんで、味方にも前から行ってもらって、自分は裏から行きます。こうやって囲い込まれちゃうと、返すのはなかなかしんどいですね。最後のレイスもエリアでダウンしてます。で、ラスト1部隊、残ってるのが、この試合ずーっと打ち続けてたミラージュの仲間のバンガロール。これだけ戦ってても介入してこないってことは、おそらく一人ですね。なんであとは、なかなか当たんなかったこの武器のリコイル練習をして、GG と。
銃のリコイルは完璧リマスターできるならそれが一番いいんですけど、今日説明したように縦と横で分けて考えたりすれば、前段は当てれなくても高さが合ってるから横さえ合えば当たるみたいに最大の火力を出すことができるしね。なんでちょっとリコイルの癖はあると思うんですけど、一度理解してしまえばそんなに難しいものではないんで、皆さんもぜひ試してみてください。何か質問等あればコメントでお待ちしてます。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。では今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。